おう、御堂筋、来たか。時間通りやな。当たり前やろ。めっちゃ回したわ。それはええけど、その格好、なんで今日不死のジャージなんや。勝負服に決まってるやろ。面接、勝負、すなわちレース、着ない理由がないわ。僕は攻めるで。そうか。なんや、ようわからんけど、やる気だけはバッチシみたいやな。ああ、石垣くん、遅くなってすまなかったね。ああ、店長、お疲れ様です。御堂筋、店長の大塚さんや。御堂筋明くんです。よろしくお願いします。明くん。ああ、ほら店長、お店も忙しいみたいですし、あとは面接で。ああ、そうだね。じゃあ、御堂筋くん、早速面接をさせてもらいたいので、奥の部屋に行きましょう。はあ、心配やな。何の気なしに面接言うたけど、あいつほんまにまともに会話できるんか。はあ、あかん。あの、店長、できたら僕もご一緒していいですか？え、どうしてだい？あ、いえ、その、なんというか、特に理由はないんですけど、その、なんやろな、石垣くん。どうも、いらっしゃいませ。これは僕の面接なんやから、石垣くんがおったらあかんやろ。それ、ありがとうございました。石垣さん、レジのヘルプお願いします。オーライ。店、忙しいみたいやで。ああ、そういうことだから、あとは私に任せて、石垣くんはレジの方を頼むよ。はい、わかりました。お待たせしました。こちらのレジどうぞ。御堂筋のやつ、ほんま大丈夫か。思えばあいつが誰かとまともに会話しとるとこなんて見たことないしな。そもそも自分より上に立たれるようなことが嫌いなやつや。絶対何かしでかすに決まっとる。あかん、考えただけでゾッとしてきたわ。どうなってんのか気になるわ。はい。さっきから何回同じ商品ピッピピッピやってんすか。え？な、すいません、失礼しました。くっそ、こんなんじゃまともに仕事もでき。落ち着け、我慢、我慢や石垣光太郎。大丈夫や、絶対大丈夫や。何も起きない、起こらない、起こるはずがないんや。信じるんや、信じるんや、石垣光太郎。御堂筋。